ポーションクラフト、ポーションを作るゲームをやっていくぜ。チュートリアルはやったので、これでスキップしたらいいんかな。とりあえずこの町に来て錬金術師としてポーションを売っていくというのが私の仕事でございます。チュートリアルはやったので大丈夫で、これがポーションを作るための大鍋、錬金術師といえば大鍋ですよね。で、これが乳鉢ですね。この乳棒で、この材料をすりつぶすと効率よくポーションが作れるようになるというやつ。で、これ水差しは水を入れられる。まあ何に使うかは後々。ふいごで沸騰させられると。ちょっと冷めて冷めて。はい。では、いきます。で、どんな風にポーションを作っていくかというと、まあ例えばこのテラリアっていう基本の草ね。こいつを乳鉢に入れて砕くじゃん。んで、これポンって放り込むじゃん。じゃあここにロードができてんのよ。で、これぐるぐるってやるとこの上の錬金術師マップみたいなのが移動するんですよ。このマテリア版みたいなやつが。何この渦巻き。ちょっと待って知らんやつ来た。で、まあまあいいでしょう。テラリアと水花、まずはねチュートリアルでやったことを復習しよう。水花入れんじゃん。で、これ入れんじゃん。で、混ぜるじゃん。じゃあこのハテナっていうところにたどり着くんですよ。で、このハテナっていうところにたどり着いた状態でしっかりと沸騰させてあげるとポーションが完成する。これをひたすらやっていくゲームですね。で、これで治癒のポーションが出来上がったので、まあ、これは保存しとこうかな。これでいいかな。できたポーションが保存されるという感じですね。で、こんな感じでいろんなポーションを生成していくのがこのゲームなんですが、この渦巻きよくわかんないのでちょっと行ってみよう。テラリアをすりつぶして、テラリアね、これ直接入れると半分しか進まなくて、すりつぶすことで2倍進むことができるから、まあ、効率よくポーションが生成できるんですよね。これもう一丁テラリア入れて、あーまあすりつぶさなくてもいいな、だったら。はい。で、はい、渦巻きに到着。何？え？何も起こらんかった渦巻き。これただの絵か。なんや。もっと下行くか。もうテラリア。ひたすらテラリア入れまくり。ハイパーテラリア薬。行きます。どんどん下行こう。あれ？あれ？これ以上行けない。え、捕まってる俺。え？何？あ、じゃあ入れてないわ。はい。はい。下行け。下行け。で、この章を取っていくと、経験値が上がってレベルが上がるっぽいんだよな。あ、これいけるやん。オッケー。これで、テラリア突っ込むと、あ、なんか微妙にずれる。あ、微妙にずれるな。微妙にずれるけど、これ、ギリ入れんのか？どうなんやろ？いや、そんな下まで行っちゃったらまずいね。ちょっと待てよ。混ぜ具合で。はい、ブルブル。どう？オッケー！行ってる行ってる行ってる。オッケー、これで。はい、はい、はい、はい。加熱。ボン、力をゲットした。力のポーションをゲットしたぜ。これでも弱ポーションですけどね。さあ、で前回の処方を保存でもいいかな。で、これで、作ったポーションをこうレシピとして保存しておくと、ボタン一発で次は作れるようになるみたいなんですよね。テラリア4つも使ってる。OK。力のポーションをゲットしました。じゃあ次はね、この火の鐘が毒に関するポーションだったりもするんですよね。じゃあちょっと、この火の鐘をまずは入れましょう。おいで、さらに、これとテラリアを、あ、待って、放り込むじゃん。で、テラリアを混ぜることで、おれ。おい、おりゃ。どうだい？混ぜてみようかい？おい、来たー。で、これで、毒のポーションが作れるっていうのも、チュートリアルでやったんですよね。1個作っときましょう。毒ポーションは毒だって普通に売ります、このポーション屋さんは。で、これを売るんだけど、こっち行くとお客さんが来るんだよね。来た。背中が痛いんだが理由がわからないんだ。でも直したい。何個は置いてないのか。何個、これでいいこれでいいですか。チューのポーションがあれば何でも治るって。どうだい、これ。あ、なんか良さそう。割と気に入ってはくれてそうなんで、ちょっと値段交渉してみましょう。で、ここで、天気の話をすると割と一般的な話ができるみたいですね。そう、天気はね。超イージー。地形の話。
ああ、やっぱ木戸に立てかけし住職やっけ。その辺の話が一番いいんだろうな。本の話か。どうだろうね。本読みそう、この人。でも背中痛めて結構運動好きそうやしな。天気の話ぐらいにしとこうか。よし。で、ここでスキルチェックが発生するんだけど、これよくわかってない。なんだ？え？どういうこと？今日は晴れですね。晴れですね。今日は天気がいいですね。今日は天気がいいですね。あ、今日は天気がいいですね。今日はとてもとてもとても天気がいいですね。今日は本当に天気がいいです。天気がいいです。天気が本当にいいですね。何これ。どういうこと。いや、ちょっと曇ってますかね。雨かな、曇りかな、雨かな、曇りかな、雨かな、曇りかな、曇りかな、来た。あー、これで、はいはい、雨かな、曇りかな、晴れかな、晴れてるね、晴れてるね、雨かな、曇りかなってやり続けることでお客さんに気に入ってもらえて、もともと10円のところ13円で売却できるようになりましたね。いいね。こんにちは。この前森の中に釣りに行ったんだ。釣り糸を投げたらすぐに食いついた。そいつを手繰り寄せて針から外そうとしたら、なんとその魚には歯があった。俺の手のひらに噛みついた後、水の中に逃げちまった。手はすっかり腫れ上がっちまった。あ、腫れ上がっちまっただったら治癒系やね。ちょっと待ってくれ。今から作ってくる。これね、顧客ね、いくらでも待ってくれるから。あ、めっちゃなんか、あ、材料いっぱいある。え、全部取ろう、全部取ろう。わわわわ、わわ、わわーい。材料めっちゃあるけど、一旦治癒のポーションでいいんじゃないかな。いや、でも新しい治癒のポーション作りたいよな。この右下にどんどん行きたい。右下に行けそうなやつは、生命の歯とかあるぞ。民間療法における外傷や、あ、外傷や切り傷の治療においていい。これじゃろ。これじゃろ。これじゃろ、これじゃろ。これじゃろ。よし、これ入れよう。生命の歯。でもそんなにいっぱいないんだよな、生命の歯。で、ちょ、俺のすり鉢。いや、こっちじゃないな。ゴブリンキノコ。まあ、ドライヤード。まあ、これでもいけるけど。どうなんだ。水鼻でもうちょっと右行ってみよう。がっつり。あ、直接入れちゃった。ミスった。あー。あー。あー、まあ、ちょっと右行くか。で、さらに右に行こう、水鼻で。おれ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 。ちょっと、いろんなとこ見てみよう。あ、え、ポーション失敗した。あ、ここのドクロ地帯に行くと失敗なんか。なるほど。そういうことなのか。まあ、一回ね、普通に、あ、ポーションの処方箋を、処方をちょっと誤っておりました。水鼻と、まあ、鉄板で一旦作っとくわ。よし。あ、ちょちょちょ。これ。で、治癒のポーションを作って、ほっほっほっほ。で、これを処方箋として、こうやってね、保存しておくと、よし。OK、ここかな。OK。で、で、お客さんに治癒のポーションをお礼。どうだいこれで。で、値段交渉もう一回してみようか。釣りの話する？ミディアム。釣りは、あ、釣りの話じゃん絶対これ。よし、釣りの話しよう。魚釣れれば嬉しいが、釣れなかったとしてもそれほど大した悲劇にはならない。オッケー。任せろ、任せろ。魚ってうめえよな。魚、うめえ、うめえ、うめえ。オッケー、ナイス。いい交渉ができました。ありがとうございます。最高の価格です。ありがとうございます。スキルチェックがうまいと、たくさん売れるってことやんな。あなたが新しい錬金術師ですか？私は、お、町の薬草師です。もう速攻売り込みに来たな。早いね。目をつけるのが早い。じゃあ、ちょっと見てみましょうか。品物をね。あ、生命の葉ちょっと欲しいかも。これいくら？ねえ。これちょっと欲しい。これ24円か。まあ、生命の葉1個。2.4円 ?24 円やん。まあ、買っとくか。生命の葉高いんやな。あんまり取れなかったもんね。
で、風花なんだこれ。あ、風花も別に高くないわ。ただこれなんか下矢印ついてるから今安売り中ですよみたいな、そういうことなんかな。え、でもさ、生命の葉24円やろ。で、さっきの人ら14円とかで買っていったよね。え、高くない？ちょっと待って、高いぞ。高くない？え、高。いや、無理。小、薬草以外に売っているものはありますか？知ってるものしか売りません。花、薬草、根、それからいろんな種類のベリーや果物です。それ以外は別の商品から買えます。いや、ちょっと高いよ。え？嘘だろ？こんなん、だって水花と、テラリア40円かけて作った薬、俺10円とかで売ってるから、あかんあかんあかん、無理中のポーションもらえるかな。ちょっと待ってね、すぐに作るからね。で、おい、こうやって一発で作れると。はい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 、どうぞ。値段交渉しよう。地形の話もしましょう。おい、俺はスキルチェックが得意なんだぜ。おい、売却。馬から蹴りを食らってあばらが1本折れちまった。いや、2本はいってるかも。もしくは3本、助けてくれないか。何？力のポーションどうだ？お、力をつける。おい。え、すいません。ありがとうございました。治癒だわ、やっぱ。治癒だ。治癒。治癒のポーションで何でも治るから。これでいこう。よし。おい、治癒。どう？値段交渉。馬の話しよう。あ、釣りなの？あ、怪物の話しようぜ。オッケー。おい。オッケー。あ、でもそっか。難しい話題を話せば話すほど高く売れるってことか。なるほどね。こんにちは。昨日、友達のところでのパーティーで熱々のスープを飲んで舌をやけどしちまった。おかげで味を全然楽しめない。醸造人だっていうのに。どういうこと？醸造したものの、ああ、なるほど、醸造人って言うんや。お酒作る人ってことやんな。つまり醸造したものの、品質を確かめないといけないんだ。この舌が役立たずなんだ。治癒の鎮気みたいな。これも結局治癒のポーションなのか。そうなのか。やけども治せんの。治癒のポーション最高やん。まあ、薬やって言ったら基本は体を治すやけど。うわ、やっぱそうだわ。ちょっとお酒の話しようぜ。おいよ、おい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 。あ、お客さん来なくなっちゃった。あら。終わりだ。シュン。で、これね、1日に1回しか庭ではね、草取れないらしいんですよね。お医者さんになっちゃったな。ちょ、治癒ポの需要高いから、買っとく？作っとく？まあ、でも来てから作ればいいか、さっさと。ちょっと研究したいよな。新しいポーション作れるようになったら、あ、そんなポーションも作れんだっつってお客さんが新しく来てくれる可能性もあるから、これ、ちょ、右行こう。とにかく右に行こう。水花を使いまくって、あ、直接入れちゃった。もう、これやっちゃうな。崩した方がたくさんいけるんだから。あ、でも、これ、水花直入れ、あ、いや。崩し2発でいけたな、多分これ。ちょっと無駄な作り方しちゃったから、処方を保存はしないでおこう。え、今、え、ちょっと待って、2ってなってた、一瞬だけ。あ、ほら、2ってなった。2ってなったよ。うえ、来た。霜のポーション2をゲットしました。ありがとうございます。よしよし。でも処方は保存しないでおこう。霜ポ。で、次は、ライアード。あ、左、真左行こう、火で。ほれ。砕いて。ほれ。うお。よし。はい。こっち行くじゃん。はい。はい。さらに火。はい。OK。はい。あ、2ってなった。ちょっと。オッケー、おい、2ゲットは。で、これ処方も保存しちゃおうかな。あ、まあいいや、作ろう。はい。で、これで火のポーション2がゲットできました。オッケー、処方保存しとこう。あ、2の方が良さそうね。で、次、上行こう、上。上も見たい。上はこれか、風花か。よし。
あのポーションにしっかり当たる方がレベルの高いポーションができるってことか。なるほどな。ほい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 。お前のどてっぱらに風花を開けてやるぜ。おい。回せ回せ。経験値ゲット、経験値ゲット。うわー、ちょっと、このドクロゾーン入ると、ポーションが失敗する。まずいぞ。どんどん抜けていこう、間を。はい。はい、お前、当たっちゃうよ。風花でいけるか？風花でいけそうやな。よし。まあ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 。これで、混ぜ具合で、になる、これは。きたー！うい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 。さあ、速さ。速さポーションゲット。よし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 。ポーション研究に余念がない。どうしよっかな。右上行きたいな。ちょっと。じゃ、風花と、で、水花やんな。ちょっと微妙に取れてない経験値が。OK？ で、これで、水花、ちょっと、上行った方がいいか。微妙に斜めに行けるようなやつないんか。右上にうまいこと進んでいかなあかんねよな。で、この、軌道が結構斜めってる材料があれば、もっと効率よく作れるようになるはずなのよね。多分。ちょっと混ぜるの危険。あ、まずい。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 やばい。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 どころに触れている。待て。風花で。なるほど。ちょっとなら触れてもいいんだ。かするとこうなんねや。まずい。ああ！下行っちゃった。マジか。そうなんや。悲しい。じゃ、どんどん左下行ってみようかな、今回は。じゃあ、火の金結構あるから、左行って、で、斜めに進めるやつが、やっぱ高いんだね。はいはい。それで、ゴブリンキノコ。うわー、これ。結構いいな。あ、下行こう、下。下、よし。OK。おれ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 。まあ、これはこれでよくて、ここまではよくて、でこっから、斜めに行けると、非常にいいんですが、悪臭キノコがね、結構貴重なんだよな。テラリアで下進んだら、ちょっと怖いな。ドクロゾーンに当たりそう。まあでも大丈夫か？どうだ？大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、当たってない、当たってない、当たってない。よし。で、左、左。あ、ちょっと。材料はみ出た。おい。やり。下の経験値の方が多いから、これ取ろうか。よし。おい。あ、まずい！これぐらいにしとこう。いや、もうちょっと。オッケー。で、これで、出られじゃない。火の金、あれ？じゃ、こう。あ、違うんだよ。あー、すりつぶしちゃダメだったか。あー、なるほど。なるほど。ちょっと待って。そういうことか。そういうことか。なるほど。なるほど。ここで水差しを使うわけか。なるほどな。いやー、いいね、いいね、いいね。で、うわ、悪臭キノコ使いてー。まあまあまあ、火の金でいいか。よし。よし。はい。で、火の金で左行きます。で、火の金でさらに左行きます。めっちゃ材料使うじゃん。左に行きすぎた。何もない。あー、これちょっとかするかな、ドクロ。どんだけ火の金使うねこれ。あ、痛い。ちょっと、これ下行こうか、テラリアで。はい。来た！
新しいの来たよで、火の鐘で、まあ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 。来たーブッ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 。3をゲットしました。まあ、処方保存しとこうか、一応。ちょっと、効率悪かったと思うけどね、この3ポーション。え、おもろ。神ゲーか？もしかして、神ゲーか？で、レベルが上がりましたか？アレンダー。で、この錬金術師の道ってやつがあるんだよね。あー、なるほど、なるほど。ミッションを達成していくと、お金も入るし。人気レベルに。商人から何かを、あ、なんか買わんと、このミッション達成できなかったんや。新しい才能を学ぶ。なんだそれ。ニグレド。アルベドと虚空の塩を作るための試薬です。言ってる意味がわからん。これちょっとまだわかんないですね。店のアップグレード。うわぁ！なるほど。道具が成長して作れるものが増えるわけだ。良くない。ああ、ほんと良くないと思う、そういうの。そういうのほんと良くないと思う。才能ポイント7ありますね。ああ、なるほど。錬金術師マップの視界を広げ、新しいエリアをより早く探索できるようになります。なるほど。はい。じゃ、とりあえず、集めた時に経験値を与えてくれる追加ボーナスが錬金術師マップに出現する。これらのボーナスはランダムな場所に毎回現れる。ああ、レベルが上がりやすくなる。商売の技能を向上。商品を売買するときにより利益の多い価格が最初に設定される。ああ、こういうの重要よ。正直。値段交渉。おお、難易度ハードで実行可能。いや、これでいいんじゃないか。よし。才能開花、OK。で、あと地下室に行く。地下室ってチュートリアルになかったぞ。なんだそれ。地下室に行く。何ここ？地下室来たよ。あ、ここか。この錬金術器はひどく壊れています。新しい錬金術器のため部品を売ってくれる商品を。これを直して、で、これをやるんだ。伝説の処方を。これを作ることが目的なのかもしれない。私、マリーは。そう、マリーのアトリエめっちゃやってたんだよな、俺。だけど、戦闘パートよりも、やっぱ薬作るパートの方が好きやったから、そこだけひたすらできるの、これ神ゲーだわ。いやー、で、お客さんが来ないね。もう終わりだね、今日は。商品から何かを買う。これ達成してないから。まあ、なんか買ったろか、しゃあないから。まあ、一回寝るか。ほい。というわけで、これで一日が終了です。まあ、人気レベル2まで、とりあえずしよっか、今日は。新しい一日の始まりだぜ。お客さんどうも、いらっしゃいませ。理由はわからないんだけど、うちにある食べ物は異常な速さで腐る。食べ物の新鮮さを長持ちさせるポーション。え？あ、めっちゃ切れてる。ごめん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 。本当にごめん。酢とかやんな。保存といえば。え、どうなんだ。保存薬みたいなのあるんかな。え、ちょっと待ってな。ちょっと待ってな。あ、ちょっと待って。材料取りに行こう、とりあえず。はい。OK。よし。レベルアップしました。で、新しい材料。氷の果実をゲット。え、保存薬ってどうなんやろう。治癒系かな。この右下目指してみるか。じゃあ、ちょっとテラリアと、テラリア、で、水花、はい、でちょっとお高いけど右下を目指せるような、あ、これ生命の葉使っちゃう、使っちゃおうか。よし、生命の葉もったいないけど使っちゃおう。 OK、 じゃ一回混ぜるか。ぐーんぐーんぐーん。さあ、経験値ポイントもゲット。と渦巻きもある。さて、下行こうか。下は安全でしょ。テラリアでいいかな。ほい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 。で、右。水花。うん、水花でいいでしょう。
行け。ぐる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 。お、ポーションなんかある。うわ、ちょっと行き過ぎちゃったな。右上。うわ、これ氷の果実完璧やんけ。え、ちょっともったいない？まあ、ええかでも。作っちゃえ。完璧やからな、ちょっと。はい。2、OK。で、ぼ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 。急成長のポーション、違うなぁ。顧客が求めていたものとは違うな。保存薬ってどれやろな。テラリアだとこれまっすぐ進もうとするとね、ちょっとうねるから、あそこの間通れる、あの通れたよな確か。あ、間違えた、入れちゃった、ちょっと違う違う、はい、でどんどん下行こう、ああそうか、これでもう、あそうか、これで痛い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 、あぶね、で左かな行くの、うんね、はい、左行ってみましょう、でまたテラリア、テラリア結構あるからな、使ってみろ、おい、あ、なんか右にある、右、これ大丈夫かな、水花、はい、水花で右行って、ちょっとドクロ食らうけど多分、まあ、ちょ少し右下に行きたい、ここから下に行けるやつ、結局生命の歯なのか、うわ、あ、これ、あ、あー、あー、テラ、あー、あ、違う、そっちじゃない、あ、ちょ、そっち、そっちじゃないんだ、まずい、まずい、まずい、死ぬ、死んだ、死んだか、あもったいない材料が、食べ物の保存といえば冷凍保存、水花があんまりないんだよな、うーん、え、これで水花終わりやんな、さらに右、うーん、氷の果実で、これで経験値は稼げるが、あっ、来た来た、上上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 上、どれだこれ、来た、これは多分失敗はしないでしょ、どうだ、ほっ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 、はい、機敏のポーション違う気がする、え、霜でどう、霜で、霜でどう、お、いけるじゃん、なんだよなんだよ、いいのかよこれでよ、はい、じゃあちょっと音楽の話しようぜ、俺はミュージャン、あっミスターいいでしょう、プラス3円で、うい、肉、野菜、その他の生鮮食品を保存するためのポーションが必要なんだ、うわこれ全部霜じゃん、霜、霜、うわー材料がないんじゃ、もう霜ってりゃいいのに、機敏じゃダメ、あ、無理、火もダメ、うわー、そう、まあないわ、ごめん、バイバイ、この辺りで神話を見るのは嬉しいな。新しい錬金術師なのかい？素晴らしい。私はキノコ屋だ。おう。キノコ以外は？
いや、キノコだけだ。でも最高のものを、そうか。で、北斗さん、どうも。あー、くるいキノコ、安いね。あ、結構右下めっちゃいける。じゃ、くるいキノコ買いますよ。わかりました。安くなってるくるいキノコじゃ2個買いましょう。これ、どうだ？ええか？目標達成。終わり。次は？治癒のポーションなんてあるかい？いや、任しといてくださいよ。そんな、いくらでも作りますから。ちょっともったいないけど、生命の葉プラスドライアドの蔵？これでいけそうやけどな。いや、もったいないな。でも顧客が求めているものを出せないのは申し訳なさすぎる。俺はこれとこれで作る。もったいねー、もったいねーけど作ります。2位いけないしかも。くそー。よし、もったいないな。ちょっと値段交渉しよう。ハード。せい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 。オッケー。10円。鼻水が全然止まんねえ。薬を売ってくれないか。鼻水が止まらない？急成長。力のポーションだ。無理か。火だ。火で止めろ。ダメか。3かぶれ3。あ、怒った。やっぱ治癒かな。眠ろう。水花めっちゃいるやん。ちょっと無駄に使っちゃダメだな、水花。はい、ちょ、水花ちょうだい。水花もっとちょうだい。水花で、はいはいはい。材料、風花は結構あるんやけどね。はいはい。キノコも取れた。なんだこれ、マッシュドリ、めっちゃ下いける。なるほど。こんにちは。最近開店したばかりのようですね。私も錬金術師なんですが、この町は通りかかっただけです。材料を集めて錬金術の道具を売っています。お、もしかして今は身軽な旅の途中で、手元に魔法のかかった紙しかありません。ほう、魔法のかかった紙。処方本のページは魔法のかかった特別な紙でできている。この魔法で紙が古くなりにくくなり、すでに書かれた処方を書き換えることができます。古い処方を完全に消して、新しい処方を書くこともできるんですよ。それだけじゃなく、魔法のかかった紙は、処方本にうまく閉じ込まれるので、ほぼ無限に中身を増やせる。え？商品見せて。欲しい！お金がない！え、すっごい欲しい！え、買ってみたい。処方本に簡単に貼り付けられる魔法のかかった紙。別の魔法のおかげでいつでもページの内容を消したり、別の処方を書き留めたり。欲しい。ちょっと待って、これ風花2個売って、風花2個売りで、で買える。おりゃー、買ってみた。処方箋のページを。で、あー、処方箋のページが増えるってことか。あ、値段交渉すりゃよかったかな。まあいいや、いいねで買おう。うん、 OK、 いいだろう。湿気ちゃって火がつかないんだ。任しときな、兄さん。おれ、うわ、値段、うわ、めっちゃ、来た。で、ハード。これ。おい、どうだい？65円で売却だと、そんなに高く買ってくれるんですか？ありがとうございます。首が曲がってますよ。大丈夫？あ、お前よく来るな、お前。高っ。絡まりそう。
風花がちょっと安くなってんのね。いやでもあんたちょっと高いのよ、基本的に売ってるものがよ。いらんわ。値段交渉するとどれぐらい安くなるの？ねえ、ハード値段交渉。高いかも。やっぱちょっとまずい。負け。値段交渉した後に取引をキャンセルすると商品の商人の信頼を失うことになる。いや、あんたから買わねえ。高いんだもん。牛から頭突きを食らったんだ。よくあることなんだが、まだ脇腹が痛くってね。これは治癒でしょ。治癒でいいだろ、普通に。よし。おい。おい、治癒ポだよ。どうだい？ハード交渉だ。おい、オッケー。お見事です。ショーを完了されました。新しいショーを開くたびに新しい訪問者や注文タイプ、ポーションの機材、商人、購入可能なアイテムが現れます。錬金術師の道の目標を完了していって、錬金術師の装備の潜在能力を完全にアンロックし、錬金術の全ての秘密を学びましょう。ほう。でこれで、はい。で2が、うわー、なんか結構できてる。人気レベル4と爆発のポーションを作れ。2つの異なる効果を、2つの効果があるポーションもあるってことね。へぇー。あー、レベル3やったんや、処方箋の、このページを買うっていうのは。3のポーション、だいぶ先じゃん。なるほど。OK。よし。で、これで、ネズミを駆除したい。あ、わかった。毒をくれってシンプルに言ってる。わかった。毒は、毒だ。おい、どうだい？値段交渉だ。行くぜ。ステイ、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 おい、オッケー。いいですね。ひどい下痢なんだ。下痢か。治癒に使う。下痢も治るの？万能薬じゃん、この治癒のポーション。何？ポーションさ、ちょっと2作りたいよな。2ってうまく作れんのかな。ちょっと水花あんま使いたくないけど、もう一回テラリア、テラリアがな、下に行ききってないというのが問題なのでは。水、あ、間違えた。貴重な水花が、で、カチッと右に行くやつ、まあ水花やよな。いや、2にならんな。まあいいか。はい。2にならないね。まあチューポあげますよ、ほんじゃ。よし。あ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 。一回ミスると結構ミスっちゃう。不定ね。明日はどんなお客さんが来るのかな。でもこれ、新たな、あ、これ、ちょ、これや。
値段交渉超ハードで実行可能。いや、それよりね、商売の、まあ、この辺ちょっと取っとこうか。よし。経験値と商売の才能をアンロックして、よし。さあ、どうだい？なんか持ってきたな、今度は山の恵み。あなたは誰なんですか？鉱夫、掘る、トンネルを作る、山の恵みを探す。石、鉱物、水晶、いくらか売る。なるほど。わしの商品は安くない。パケ。たっか。いやー、ちょっと無理だね。無理だね。即効性の強い毒が必要だ。何も質問せず、このちょっとした取引のことは我々の間の秘密にしてもらえるとありがたい。その沈黙に対してはもちろん十分な礼をする。分かった。じゃあ毒を作ろうか。毒あったかな、レシピ。俺あるよね。酸化、あ、酸化。俺これ毒、これよね。毒レシピ保存するの忘れとったわ。もっといい毒を作ってやりたいけどな。しっかりすりつぶして、で、左は火やな、火の鐘やな。これで、え、ハイパー毒毒でも結構左下見たんだよな俺。やけどこのさらに毒みたいななかったんよね。これ3やもんね。あー、ここにあんな。これ毒じゃない気もするが、がっつり下行くやつあったよね、マッシュドルーム。ただこれちょっとかすめるよな。まあこれで我慢しといてもらうか。おい、これでいいでしょうか、この毒で。おい、値段交渉しよう。もうやめよう、もうやめよう、もうやめよう、もうやめよう。こんにちは、錬金術師さん。薬草がご入り用ですが。あ、どうもどうも、こんにちは。今日安くなってんの。あ、水花安くなってんだ。あ、じゃあ水花ちょっと2個買うからさ、ちょ、安く売ってよ。ちょ、ハーブの話しよう。オッケー、10、おー、11円も安く、ありがとう。かわいいね、あんた。いいじゃん。おう。なんか、ちょっと前はね、機嫌悪そうやったけど。あ、全然、全然全然。なんか今日は可愛く見える、君のこと。ありがとう。こんにちは、錬金術師くん。ポーションを補充したいんだ。いくらかまでは持っているが、ちょっとワイルドなハントをやっていて、最後のポーションまで飲んでしまった。傷の治りを早くするポーションが必要なんだが、あんまり毒が強くないのがいいな。ワイルドなんですか？その通り。だが、動物を狩るんじゃない。トロールとかオーガとか、いろんな種類のグールなんかを狩るのさ。時にはハーピーも。ざっくり言うと、超自然的な獲物は何でも狩るぜ。いい稼ぎになるんだよな。でも、これ、結局、チューやんな。しゃあない。チューポで行こう。普通に。値段交渉。ハード行くぞ。おい。よし、噛みつきてきた。オッケー。錬金術師くん、治癒のポーションを送れ。昨日盗賊に矢で肩を撃たれてしまってな。傷は深くないが、1ヶ月も寝て過ごすわけにはいかない。分かった分かった、もう、まあ、普通に治癒っていくよ。オッケー。おい、治癒のポーション安いからな、もっと高いの頼むよ。ミスった、やべ。トン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 。オッケー、よし。投げたら怪我をさせられるポーションが必要。オッケーオッケー、任せろ。酸化、酸化、酸買ってくれる？ちょっと高いっすけど、いいっすか？酸あるんすけど。おい、おお、これ絶対値段交渉を成功させよう。もうハードでいくぞ。うわー、うおー、うおー、ありがとう兄さん。
めっちゃ高く売れた。やったー、やったー。あ、じゃあ俺買ってなかった、そういや今日の分。よー、あー、こういうことか、こういうことなのか、このゲーム。というわけでちょっと長くなりそうなんで、ここで一旦終わっとこうかなと思います。ちょっと今感動を覚えたんでね。いやー、これはやっちゃうなー。ちょっと要望あれば続きもやろうかなと思いますんで、めっちゃおもろいんで皆さんもやってみてください。ありがとうございました。